回で B 面をゆっくりと読んでいる。サヤシリ好きだよな。この開幕から上げたスクリーンで映画の進行をうまく遅延してますね。やばい、これスパイキャリアなので怖いですね。音も鳴らしちゃったね。ちょっと下がった足音を今。何やら様子がおかしいと。うわー、しかもこれサイパーがワイヤーをの姿が見えない。これ T1 めちゃくちゃ有利だぞ。なんかツリーまでは取れている。配置かなりペーパーレックス。おープレイヤー初っ端からいかついね。そのキル扉側へのフォーカスを向けさせてからメインから取り返しですが、ジンが一人返しました。そのカバーにはロッシーがついている。ただ最強なんかバックサイトのスミスです。スリーオンスリー、うまいですね。ヘブンもうまくいなしながらヒートを買ってる。このスミスの位置に、そうですよね、注目を集めて、ポーセイクが動くが、そこは前のフリック。うわ、うまい。うわ、ロッシークソうめー。ハーフ無理やりって二人で打っちゃうの。このラウンド取り返しで、うま、うますぎ。まず開幕のピストルラウンドを取っていったのは韓国の T1 です。高すぎくんです。これまずアドバンテージを握ったのは T1 です。ヘイパレックス、おーレッツゴー。バーストキルの取り方やばいじゃん。あれ T1 きついですね。それ言っとけばいいって思ってない。やべ、バレた。これで逆に A が進行難しいと思いきや、むしろ A 当たりに行こうとしてませんか。これここは勝負ができる位置。さすがにここは球を打ち切ったタイミングでした。ガイリングライトから、おお、うまく頭当てで壁抜き。これ裏の足音は聞けた。ジン聞こえてますね。強すぎだろ。ジン武器持ってるのでヒルチャンスはある位置。回収したスペクター。うん、しかし警戒していた。クリアリングがうまいんよ。さらにはカルペ A メインでの勝負。ダバイシェリフで一人返しましたが、ここはカルペのカバーです。ただペーパーレックスとしては結果的にちょっとエイムのレベル違うな。エルディアブロ霞みまくりです。T1 まずはサイヤプレイヤーが瓦礫にペイント弾を入れて圧をかけていきますが、ね、ゆっくりとペーパーレックスはこの瓦礫までエリアを取ることができている。 B の武士に対してはボーセイクを覗くんだそこでもう一回。ワンピック取って下がるんじゃないんですか、ユキシドさん。ダバイも階段のこのメインのソーク、ボーセイ君がゆっくりと裏を取った。あらら、ちょっと待てよと。3人目、あらら、4人持ってっちゃうんだ。残ったサイヤプレイヤーの位置、一人は持っていくが、そこはジンのカバーが入りました。健康ちょっと無駄のようにも見えて、やっぱプレッシャーっていうのが選手にありますから。頭いった。うわ、うまい打ち方。おわ、サヤも負けてないよ。マルスキルを取るポテンシャルは T1。おい、マイフリー。おお。シャドステップ。マインドフリークもね。はい。ボーセイ君なんよ。残ったロッシー。ウェイは。ボーセイ君ニューラブセフトを切りました。これであれば A 側に展開して A 設置ですね。取りたいところではあるんですが、なんか噛み合いがちょうど、これは削り切ることに成功。さらにオペレーターの回収、まあ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 最低限ではある。ラウンドストックはペーパーレックスですが、いやでもオペレーター持って帰る最低限ではある。マジで可能性も考えられるか。マウンド裏ショーストッパーを切った。手前に入っていった。うわ、よけた。テールウィンの両受けだ。フェイントダウン、この位置戦い切れるか。ボーセイクまたしても同じ位置についている。前に出る。おお、スモークを超えていきました。まあリロードも聞こえましたからね。 D のアッパー、オペレーター合流できてる。オペレーターで置いている。しかしジンが入ってきた。しかしこのオペレーターの姿は見えていませんでした。エクスキューレート、これジンが孤立してる。そうですよね、浮いているところ。ここはサヤプレイヤー、久々の大会ということもあり、ジャムが取れなくねー。これバイパスで蓋をしました。ああ、これを受けて、見ている。するタイミング。お、ちょうどこの視点がずれているタイミングでした。そのまま入っていく。うわ、打ち勝った。ボーセイク打ち勝った。打つ。第五ラウンドレースが飛び出した。打ち合い強すぎる。ごめん、俺ボーセイクと結婚しようと思う。今日もボーセイクです。ごめん、やっぱ。VTuber としてどこ見てんだ兄貴。やっぱその恋愛してる感出すの本当に良くないと思う。3人目は削ってからのこのエース。だけど俺行くわ。ボーセイ君1ラウンドしかなかったですよ。みんなには悪いと思ってる。1分の越しにでも好きなんだよ、ね、ユーラのセフト2回目です。今のところ1人で暴れているボーセイ君。カメラで1人見えた。しかしこのエクスキューレートの1枚さすがにやりすぎだよボーセイ君。それはちょっとアグレッシブなんだから。もうボーセイ君くんちょっとやりすぎ。それはもっと丁寧にして。さらにエクスキューレートオペレーターで入ってきた。しかしスミスが強い。うわ強これがあるから怖い。後ろからはずるいエクスキューレート流れの経験から
あはは見てんだ裏取りを。あまりにもハイレベル。3対3追いつきました。 B 側早めのセットアップ、すでにスミスが入っている。後続陣がついていきました。うわここジャッジナイトフォールですが、スミスの武器には後続に陣がついている。まだバレていない。さらにはソーストッパーも切りました。うわ当たってる。カッパー打っていった。ただこれロッシー打ち勝ったところにマインドフリークのカバーです。イズのこの位置、ただダバイの、まあーまずい。横をついたスミス、会場を出して釣る。おお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 おただツリーにも入らせなかった。このスモークの熱気合い、リロードタイミングを狙っていましたが、イズのカバーです。さらにはその抜けに対してジャンプで抜けることは、逃げることは許しませんでした。まだマインドフリーク残っていますが、見つかった。もう T1 うまいな。しかしここは鋭いヘッドショット。本当にイズおかげで潰しに来る。素晴らしいダブルピーク。しかももう裏を抑えてる。この動きは見ています。いやフォンセイ君動きは強いけど、通用しないと。エスケレートもやべえな。やっぱこれで3本リードは T1。 やっぱ思うわ、このゲーム遺伝子だわ。そのキックオフの生まれながらにして勝ち負け決まってる。遺伝子だろ、ね、ここまで来たら。単体で見てもこの1本差を縮めていきたい。それ言ったら俺才能マジでない人間だからね。この B に入っていく。ただ早めのナイトフォールの開始。ファーストブラザーロッシー、ラークのフォンセイ君、うえぇイズのダブルキル。何中リコイル崩れない。いやマインドフリークのこの位置も警戒していました。この設置を待っていました。人数をかけていく滝川での勝負。しかしすぐさまロングからのカバーです。7全員クラシックです。ピストル島田のプッシュ、逃げれない。飛び込んでいくスネークバイトのうまい合わせによってスミスのダブルキルです。エクスキューレートは兄より優れた弟など存在しない。気づけなかった。ここはワンピック、リロー間に合いませんでした、うん、ここはロッシーです。2オン2、スミスが上がってきた。足音が聞こえました。1人目あーこれうまいですね。超オーバーピークでダダイがむしろ見たピークしました。これ見た瞬間に今走り続けること最初一瞬ストッピングなんですね。めちゃくちゃやってるだろう。あーエクスキュレーター、ここでオペレーター、そのオペレーター。しかしここはペイント弾の合わせによってがれきは取ることができませんでした。裏のトレイルブレイザーの情報今気づいてないですよね。いやフォーセイクの位置バレた。ここはさすがに厳しいポジションでした。サイヤプレイヤーのファーストブラッドです。あらまたなんかやりましたねこの人。いやもう中入ってるぞ。ブームボットも流れてきた。これどうする。サイヤプレイヤーしかしうまく立ち回る。エクスキュレートスモークで完全に切られた。パラノイア避けている。マッチ打ちアウトロー。ただエクスキュレートオペレーターでの2切れ目、ジンがハーフまで通した。ガチか解除通し切った。うまいなこれ。マインドフリークが守り抜きました。そして最後マインドフリークそのまま倒し切ってオペレーター解除。オペレーター戻った。入りたいところに入れない。そうなってくると抑え方はまず難しいという形になります。サイトライル下がりません。なんだったらさっきと同じ。いや再現性はないはずです。オペレーターを持って先頭を切って入ってたぞ。飛び込んでいった。エクスキューレートが今ラークできているので、そうですね、このマインドフリークの位置重要です。覗いていったところ、ここはジンがしっかりと抑えていました。ただこのラークもおお強い。近かった。それは強いわ。少しイレギュラーが発生しましたが、スミスのオペレーターエクスキュレートずらして覗いてくるのと。エクスキュレートも気をつけていましたジン。ずらして先にサイト中に入るが、ここはイズ、うん、バケモン打ち抜きました。狭いサイト中をうまく利用しました。あうまく利用しましたね。倒しきれませんがカルペ体力かなり削られました。その間マウンド側スミスブームボット関係なし置いていました。ここから難しいですよ、まあ、今いなすためにカルペはフラウラー使い切ったので、はい、A リンク側もスモークによって隠すことができている。うわ打ち抜いた、飛び出した。今度はダバイ出てきた。ジャンプビークはなんじゃこりゃ。ここがペーパーアレックスらしさ、ダバイらしさがありました。マインドフリークの位置を隠す。カウンター、よう前振り抜いたわ。今度はマインドフリーク
そしてエリアを繰り返した。スミス、Cマウンド上がってるぞ。囲い込んでいった。うわさあ、X キュレートで1。ジンが飛び込んできました。9対9。ペーパーレックス追いつきました。レールが繋がってないのはこれ怖いですよ。飛び出してきた。一人は見えている。テルウィンド。おお。さあ行きました。さあ今ホーセクルカバーです。そのカバーに対してはサイヤプレイヤー刺していきましたが、また C に戻した。もう一度このフェイクのように見せてという動きもあったんですが、それはただサイヤプレイヤー先にこのダークカバーの中入っていました。ペーパーレックス、このマインドフリークのダークカバーだったんですが、より早く入りました。これマインドフリークの位置ちょっと読みにくいですね。ダブルキル。おお。綺麗すぎ。入らせませんでした。確かに今のタイミングって。サイト奥にいることはありえるんですけども、まあ、今わざわざスミスをあのスモークの中に入れて、そこにスミスのこのアウトローの車線を敷くという形、ペイントランでの足止め、上のピークは先にジンが覗いて抑えました。うわあ、見事なカット。3対3、人数状況はイーブン。ナイトフォール、ツリーを再び開けて、ここはこれ足並みを揃えて取り返しに入りますが、これロッシーに設置が回るとワイパーズピット、ナイフリー、早めに入ってきました。ワイパーズピットなくなっちゃったね。ペーパーレックス、ラウンドの練習が続きます。ここからさらに詰めるという動きもあったんですが、それはさすがにこの T1 としても警戒はしている。そして高めのラインでスミスがオペレーターを置いていました。どうだ、横を取った、入るしかないというところ。パラノイア、クリーンヒット。フォーセイ君はお立ち位置を変えた。サイトでタッチボール、うまいな。見えた、フロムザシャドウズはスポーン側。いや気づいてんねー、惜しかった、よう惜しかったな。しかしジンの超ストッパー、サイトラガー強いねー。アレックスが先にマッチポイント。マッチポイント、12対10です。どちらが先に切るか。釣りに対して返していった、入りたいタイミング入れませんでした。ただワンテンポイントトリプルピーク。しかしこの取れるキャラ、ダバイが止めていった。うわー、最後のトリック、ここもジンが飛び出して決めていきました。アホクセー、ジンの復帰戦でもあるこの第1マップロータス、やはり世界一。課題も残っていましたが、短い期間で、ね、対応してきました。アジアナンバーワンのペーパーアレックスが第1マップ選手です。これ逃げれなさそうですね。バックサイト下がれない位置ですね。俺もやるよ。強宝石強っ。あ、でもワンピックで済みましたし、これシェリフもガーデン側の進行を防いでいく。しかしリーヤを入れて飛び込んでいきました。ペイント弾によってエクスキューレート倒れました。体力が増えた。サイト上一気に飛び込んでいった。レイナの強み遺憾なく発揮しています。イズワンピック、ここはしっかりとスミスなんだ。ダバイも見ていました。ロング駆け上がってきますね。ただ B3 で抑えれて、しかもフッカー取れてるんですよね。パスケル越し、後部を越えてフラッシュで当たりに行きましたが、ここはカルペ左右プレイヤーと動きづらいですよね、今回ジャッジですから、ただゴーするワンピック。さあデバウアーでの回復、これでフルシールドになりました。アウトローで崩していく2発目。ああ今頭狙ったな。合わせていたのはここカルペ。下がりたいんですが、その位置スミスが見ている。頭当たったんだけど、削って飛び込んでいった。マインドフリーク飛び込んでいった。うわいい削り、残り1人まで削りました。4名削り、めっちゃいい削り、かなり持っていきましたね。 T1 ラウンドは取れたものの大きな痛手となりました。そうですね、うん、どうだ、ちょっとずれた程度ですね。ずれてますね、ずれてますね。うわー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 、ちょっとなんかもうおもろすぎこいつ。T1 このラウンドセーブです。3対1、日本リードはペーパーレックスです。高野くん結構最初は高いですからね。キャスターってやつなんなん普通に。あーはいや、反応エグはいや、一気にシャワーからサイヤプレイが上がってきました。しかしこのトリプル強気に打ち合いに来るマインドフリークの動き、フラッシュ、うわー避けてんだわフラッシュそしてコーム越し完璧に飛び出していった。まだこの映画ではフォーセイ君のハーバーのスキルしか使っていません。あ、手前でかなり人数が分かった。さらにはダバイが抜きました。ディジーからのフラッシー、カルペが強引に飛び出していった。11トレード、さらにエリアを広げていくところはダバイのカバーです。 3on3、 そうですね、ランプサイトからの車線、そこを広げていくジンの動きですが、ダバイの位置にかなりの圧がかかりますが、倒していった。ダバイ残ったイズ、エーショート、わー、ここまあエースではないですけど、よかったわ、ダバイ。
正面の打ち合いにも勝って見せました。ただ今回少し変化をつけたのはこのバックサイドまで勝負を仕掛ける動きができたっていうのが大きかったですよね。はい、やべえ、まあ、よくいなしましたね。 A1 B4 の配置です。このビロング一気にプッシュしていく。リアとガイリングライト合わせていくが、ファーストバラッターカルベ、ガイリングライトリアを入れ飛び込んでいった。ディジーの開始、何が起きてるのかわかんねえよ。もうちょっとリスナーに優しい試合してよ。何が起きてるかわかんないって。普通に後ろからカスケを流す。ワイルドスピードでももうちょいわかるわ、何が起きてるか。ただサイフレイヤーがひっくりと残っていた位置生かしきりました。ただカバーはしてる。強い接地を潰していった。バースパイク落ちた。これはワンチャンス生まれるぞ。ワンバイツー。まあ法政君はクラッチするよ。これクラッチ、クラッチパーセンテージ今 200% のコーブ。ミッチ AI によると2人目レコリングが溜まった。ではランプ、ここで反応した。走ってスパイクを取りに行く。テレポート間に合った。これ追いかけるんじゃないか。追いかける。ほら、セイ君のワンバイスリークラッチ。一 AI 正しいんですよ。さえ渡った読み光りました。こいつ強っ。ここが距離は取れています。いいね、こいつが弱かったの。生後1ヶ月まで降りたタイミング。ここは当たりませんでした。飛び込んでいく。よっ、スベスショーティーに持ち帰ってうまく立ち回っている。おお、しかしカルペ、サヤプレイヤーも入っていく。うまいですね、サヤプレイヤー早めにエリアを広げた。サヤプレイヤーに当たってるよって今の。待って、スラッシュ下に食らった。飛び込んでいった。倒していったカルペ。ラストは、まずい。後ろ、勝ちだ。ああ、カルペもやるな。ワンブイスリークラッチ。わあ、ギリギリでしたね。ハイスピードすぎる。なかなか見ないですよね。しかしですが、このカーテン降りたタイミング、人数をかけて待っていました。しかしここは走り込んできた。マインドフリック取れるキル、そして後続のフォーゼイ君、足が止まりました。おっ、構わず人数フリーとはいえチャンスが生まれた。シェリフで頭を抜いた。ああ、取り切ったのはジン。今までこの T1 は B ショート B ロングのコントロールを強気に取ってきましたが、今回は変えてきました。さあこのラウンドハーフバイなんですが、積極でアルペンキッド。サヤスーキルテレポートから飛ばしていきました。早すぎるカウンターでしたね。見事入れていたんですが、ここはロッシー。この B ロング後続が見えたらフラッシュで当たるという準備はできているが、先にリーヤを切ってきた。強い。おお、キロと下がれた。おお、カルベダブルキルですが、オーセイ君のカバーによって人数状況はイーブンです。もうフラッシュはありません。隠れてる、見えた。しかしここは速度に入ってきたスミス、ダブルキル。ゴムが落ちてるよね。問題はこれ、うわぁ、これは気づけない。絶対ゆっくりと入ってきた。カーテンを下ろして余裕をつきました。ラウンドが始まっていたんですが、ワンテンポ置いてからシーカを切り、いやー、これ T1 守り方迷走してんな。ガイリングライトも流して一気に A ショット抜けてきた。ショートポー、それ倒すんだ。スミスが抜いていった。いや、後続飛び込んでいく。おお、しかしそこにはサヤプレイヤー、オペレーターでも立ち回るが、その先にはフォーセイ君が入っていた。フリック、いけんの。いや、行く気満々。覚悟を決めた。手前の後部、しかしインセンディアリー、手前つる動き、うーそのターンを食らっていたダバイがマジだ。そのまま削り切って逆転しました。会場の雰囲気までもペーパーレックスが飲み込んでいる。A ショート、エクスキューレート背負うのか。会場はペパレファンの方向性だよな。どうなってる。ロッシー、エクスキューレート、いいこれ。オペレーターとの射線はフッカー側、そしてエクスキューレートのこのオフアングル、勝負の置き方ですね。あーできました。オーティーやマインドフリーク、ガイリングレート、ガーデン反応しなかった。であれば入っているだろうと、水の読みはしっかりとさえ渡っていました。追いつきました。 T1 オーバータイムです。ショートもこれ今後上がっていけそうですからね。いや、ただこれ炎上に対して分断して当たりに。おー、甘い。インドフリックのダブルキル入るしかありません。後部を切って2方向作ったが、マインドフリック3人倒していきます。さあスパイクが落ちてしまった。はい、
ベンチ前。いや、スミスが裏から来るんだよな。スミスが横からジンが入ってきた。うえー、帰ってきたジンムーブメント一本射線を通せるか。動けない。バックサイトを取った。ただヘブン側に関しては反応がありません。いやこれ、ね、攻守が逆転した位置。マインドフリークの立ち回り。マインドフリーク噛みすぎ。はこれ GG 臭いぞ。行くしかない。 CT 側の2段強すぎる。あ、これ GG だ、絶対無理。エクスキューでロッシー返したが GG。 アタッカーズウィーリードを持っていたのは T1 だったんですが、やはり飲み込んだのはペーパーレックス。